どうでした佐渡。佐渡はいいとこだったな。その休みをもらって佐渡行ったことないから佐渡行ってそのハーフマラソンしてみたんだけど、いや疲れたよこれ60っていうのはさこれは何ですか。あの J リーグの、はい、その皆さんが去年俺60歳で還暦の時にプレゼントしてくれたの。そうです。だからここで走る時は、はい、あのなんかこれを着て、だけどもう途中やめたくなって。俺今まで何度かカーフマラソン走ってたの。で過去史上最高に調子良かったんだよ。で調子いいからこれ2時間切れんじゃないかと思って結構ゴン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 上げてったら、はい、なんかガクッて疲れちゃって、はいはい、12キロぐらいからもうガーンって疲れちゃって歩いちゃったつうか足の裏が熱くなりすぎて多分飛ばしすぎちゃったんだと思うんだけど、ま、豆みたいなっていうかさ熱いんだよもう足の裏が、はい、ほら火傷みたいな熱さがあって、だからスピードを落としてちょっと歩かないと足の裏が痛くなっちゃった。でいろいろ後から見たらやっぱそれ飛ばしすぎだったりコンクリートの時こうペース上げすぎるとやっぱ足の裏やけど見たくなって水ぶくれとかそうなるっていう、まさにそれだな。行く前に読んどけばよかったっていうだけどその60歳の記念も皆さんにいただいたし、もう行ったからにはもう走りきんなきゃと思ってさ、途中は歩いちゃったりしたんだけど、まあなんとかゴールまで完走、うん、2時間10分ぐらいかな、2時間切れんじゃないかと思っちゃったのがダメだったね。いや足がもう最後熱くてこのいい時間っていうのもいいですね。いい時間ね、はい、これいい時間くれて、はい、でそれでやっぱりいい時間帯ですよねって後でいい時間帯っていうのももらったんだよ。ん？これと同じバージョンで、そう、うん、でそっちはしまってある今度はいい時間帯っていうシャツをこれで着たいと思います。はいはい。これ何の番組だ。これ J リーグの番組。サダの番組です。いやだけどいいとこあるよ。いいとこあるし、そういうイベントやっぱりこうただ休むっていうのもさ、はい、いいけどそういう仲間と一緒にさ、その行ったことないとこ行って、はい、あのそういうのを自然見たりさ、大会参加したり、ただ食べに行くだけよりはさ、はい、イベントに参加するっていうのでこうつながりもできるし、はい、まあでもこのユニフォームのおかげで諦めずに最後まで走り切りました。よかったです。それは。まあいいとこでした。佐渡はね。はい。うん。ありがとうございます。はい。佐渡城。じゃあ今日はこれで終わりだな。終わんないです。これからです。これからか。いい時間帯ですね。皆さんこんにちは。原博美です。この番組は J リーグをもっと好きになる情報番組をコンセプトに、私原博美が独自の視点で J リーグの楽しさを伝える番組です。原則毎週水曜日18時から配信します。 J リーグ TV 始まります。今回私が見てきたのは第8節のフライデーナイト J リーグサンフレッチェ広島対 FC 東京です。ここまで無敗同士の首位攻防戦でした。じゃあ写真を見ながらまた振り返っていきたいと思いますけども、これ横川っていうのかな、はい、なんかその駅まで広島駅の近くのホテルだったんで、はい、まあ、荷物置いてその広島駅からこの横川駅行って、でなんか無料バスが、普段もバスはいくらかなのでこの日は無料バスみたいな、あのサービスをしていて、でまあ2時間前だからまだそんなに平日だしいねえだろうと思ったら結構いて、あの結構な列だったね。で FC 東京サポーターもいたな。うん、うん、まあありがたいよね。次サポーターとの、ああなんかこの人たちはそういうことこの番組見たみたいで待ってましたみたいに言われて、出待ちじゃねえけどどっから来るのかなみたいに言って待ってたこの番組で行くからって行くからって言ってたからどっから来るのかなと思って待ってたら、うん、それ探してくれて、この日はその J リーグの職員もいたんだよ、こうみんな手伝いに、このフライデーナイト J リーグをね、だからその人が写真撮ってくれたから、意外とサンフレッチェの人とも撮ったんだけど、 FC 東京の人ともこのジャージで俺撮ったんだ。でなんでそれ着てんですかって言ったら、サンフレッチェなんだから来た時は俺はホームの着んだよとかって言うのが、まあそれはそれでいいかみたいに言われてさ東京から来てる人なんかはあれ今日仕事終わったら有給一日取って早めに来て、で明日はあの厳島神社だっけ、ああいうとこ行きますとかさ、どっか行きますとかって、まあ楽しんでるよ本当に。だからこういうのがあるからむしろ早めに1日取って、あの飛行機も前から予約してとかって言ってたかな。だからいろんな人が今いいんだなって改めて。じゃ次の写真を。おお、これサンチェ君と撮ったよ。だけど出せなかったツイート、やっぱりほら負けちゃったじゃん広島が。でそういう時にそういうの出すとやっぱりちょっとね、だけどやっぱ勝った時は出しやすいかなっていう、あの一応考えてんだよ。サンチェ君整形してるの知ってますか。そうだね、
設計してんの、はい、これびっくりしますよ。昔のさ、そうだったっけ最初の頃、これ最初の顔です。おそうか、はい、まあだからそういう面で進化してるというふうに捉えればいいんじゃないの。そうですね、うん、成長してんだよ。成長、うん、結果は0対1でご存知の FC 東京の勝利でしたけども、ね、うん、気になった選手、まず広島の方だと誰ですか。広島やっぱりずっと注目してみたのは大迫だね。やっぱ19歳でしょ、はい、そんでプレーオフの時に最初見たんだよね。 J リーグも出てなくて、いきなり ACL のプレーオフ出て、はいはいはい、大丈夫かなと思って、あ、まあ、経験あるキーパーとかいたのに大迫を使って、チーム関係者に聞いても、いや今調子いいんですっていう、その時から言ってて、あ、そうなんですか、まあ、すごくいいんですって、まあもちろん林が怪我してる、だけど大迫はすごくいいんですって、その時も落ち着いてんだよね。19歳と思えない、結構危ないシーンとか、あるいは ACL のプレーオフだから負けたら終わっちゃうとかっていう感じがあるのに、もう冷静だし、対応を見てるとこのなんか大物感が漂うっていうの、あ、結構落ち着いてんなと思ってて、バタバタしてないっていう、そうなんです、すごいキーパーがバタバタしちゃうと全体もバタバタしちゃうんだけど、それがなかったから、でまあそこで自信つけたのか、そこからリーグ戦でも出てずっとこう出てるじゃん。でここまで失点が最小っていうのはやっぱそれは結構すごいと思って、はいはい、まあこれなんかでもあの、なんていうんだろう、そんな華やかではないんだけど、結構難しい判断なんだよな、こういうとこって、この飛び込むのか足で行くのかとか、だけどこういう時のこのほら構えとか、こう周りへの指示とか、そのこのなんていうんだろう、身振り手振りが落ち着いてる、それは19歳にはとてもじゃないけど思えない感じはあるな。だから多分ディエンダー側もやっててもこう安心して任せられるっていう感じがあるんじゃないかなと思うんだよな。なんか足元も結構上手だし、キックもいいのもあるんだけど、あのこういうふうにほらちゃんとボールに反応してる、読んで違う方倒れちゃったりさ、えいやーって言ったりはしないっていうかね、こういう時のさ、あの中に指示を出しながらしっかりボールに行って、こうしっかり構えてて、これも触ったんだか触んないんだか、ちょっと触ってるよな、俺も上から見たら触ってんじゃん、で触るのはできるんだよ、でも触った後その後ポストに入ってきて何気なく取ってるけど、この後バタバタして当たって入っちゃったりする時ってよくあるんだけど、あれもパッて手に触った後すぐ振り返ってすぐ反応してるよね。これ簡単なようだけど簡単じゃねえんだ、これ触ってて、すごいよこれ、触ってなかったら多分入っちゃってるの、まあ、こういう若い日本のゴールキーパーがまた出てきてくれると、今韓国とか外国のキーパーが多くて日本人があんまり育たないって言ってるけど、でも19歳でしかもトップ首位攻防っていうかね、 ACL も出てるっていうのはすごい嬉しいっていうかね、期待したいって感じだな。これからの楽しみなんじゃない、ね、そのオリンピック世代、あるいはこれ19だからワールドユースとかもいけるわけでしょ、はい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 、本当に楽しみなキーパーが出てきたなっていう気はしてるけどね。 FC 東京の方はいかがでした。久保がだから前節ちょっとこう接触というか、はい、あの目のあたりとかちょっと軽くの浸透っぽい感じじゃないけど、はい、目だし大事を取って結局は来なかった、うんうん、そこに大盛りをそのまま入れて、あとは変わってないっていう感じだよね、うんうん、あとは FC 東京も失点が少ないでしょ。でもちろんチャンヒョンスと森重あるいは橋本もいて、あと室屋が代表の室屋が右にいてってあんだけど、やっぱり今年の成長は太田からポジションを取った小川、これはもともと攻撃はすごくいいものがあったり体の強さってあったんだけど、守備面で結構課題があるって言われてたけど、まあその守備に対する意識とか、あのそれも成長したと思うし、なんか体の強さあるねこの選手、ちょっと外国人みたいな。でサイドバックで183あるってのは松原浩とかさ、ああいうタイプしかいない。ただ体強いっていうのがあるし、特に左足はすごくいいもの持ってるから、それでまだまだ伸びしろはあるんじゃないかなっていう気がしてるね、うん、今あの攻撃よりも守備面ですごく貢献もしてるし、で必殺のやっぱりこの左足の太田からこう学んでるとこもあるんだろうし、いや面白いんじゃない、スケール大きくなってほしいなっていう選手だな。ほらボールの質は結構高いじゃん。そうですね、あの
もちろん抜いてあげるのもできるんだけど、抜かなくてもキックいいの持ってるから、ああいうとこからこうボール入れるっていうのもあるし、結構攻撃参加もさ、村屋だけで注目されがちだけど、小川っていうのもこうやって上がってて、あの点に絡んだりっていうのもあるしね。何しろ左足の一振りは持ってるよ。で、体の強さはある。だからそういう、なんて言うんだろう、フィジカルの強さっていう面では結構あると思うな。ほら、こういう体の強さ、こういうのがほら、全然負けないじゃない。で、こっから結構ほら、こういう強さがあるんだよ。ほんでほら、合わなかったけど、今なんてほら、結構いいとこ狙ってるよな。ちょっと外国人みたいな感じだな。で、ここで入れんのかと思ったら、こう入れか入ってきたり、で、相手ほら、ちょっと弾き飛ばす力はあんだよな。これダイレクトで、これいいボールでしょ、これ。これなんか最高のボールだよね。しかもダイレクトで蹴れるっていうのは、いいことだと思うな。もっと伸びるはず。このフィジカルの強さは結構国際舞台でも通用する強さは持ってると思うけどね。だから松原浩とかとあの辺とこう競い合っていけばね、大きくてサイドバックって結構いいよな。そういうのもちょっといてほしいと思うん で試合後の写真も見てはいいんですか。ディエゴ・オリベラな、まあ今調子いいね。体のキレはいいね。まあ、この日はシュートチャンス少なかったけど、でもあれを一発でダイレクトで決めるってのがあるし、点入れただけじゃなくてそれ以外のこの動きとかあれがすごく今コンディションいいんだろうなっていう感じがする。まあ、長井も長井で、まあ、元気だし、長井が飛ばすとこまで飛ばして、そしてジャエルっていうのが出てきて、ちょっと今度その2人でまた違う持ち味出してるから、まあアウェーの東京の方がもうそれにシンプルに徹してるっていう感じであったね。健太な、健太だからまあ強いねって言ったら、いやまだまだこれからですよって言ってたけど、まあ首位決戦をね一応こう破って、まあ硬い試合になっちゃったけど、まあ破ってっていうのはこう弾みになってるんじゃないか。それで久保がいない試合で、あえて久保もやれ使えると思えば使えるぐらいだったけど、今後のこと考えて無理させなかったって言ってたけど、まあ次からはまた使える可能性もあるので、まあここまで負けなしっていうのはちょっと気分はいいんじゃないかな。で最後8勝っていうかね、お好み焼き屋さんも結構早く終わるところが多いんだよね。だけどほらもうフライデーナイトでしょ。でこれ終わってで10時過ぎでもやってるお店を探して、まあ前プレーオフかな、あの時にやっぱり勝って何人かでお祝いだなみたいなのした時に、そこ空いてるっていうから、またそこに行って回ったよ。もうお腹空いちゃってな、夜が結構冷えたんだやっぱり。エディオンスタジアムってこう山越えていくっていうか、はい、あっちだから広島市内と気温が違くて、あの日も昼はすっごい暖かったのに夜は急に冷えてきた。だからもうあったかいの食うしかないねっていう感じで食べましたね。その他のハイライトは J リーグチャンネルから見られます。こちらからアクセスしてください。でそれ以外の試合の試合結果はこのような感じになってますが、うん、知念選手がまた入れたんだよな。4試合連続ゴールです。すごいね、はい、そうね、フロンターレがまあやっと入れてきたっていうのと、コンサドーレ札幌がマリノスに 3-0 で勝ったんだよね。まあ攻め合いになるチームだから、でマリノスも取られていくじゃない。そうすると多分 0-0 で終わるようなチーム同士じゃねえなっていう。ただこの日は札幌の方が早い時間点取ったのもあったんですよね。見事なフリーキックありましたね、福森選手の。ああいい左足持ってるよ。彼も彼で結構なんかこう体の強さと左足のキックは持ってるね。で浦和対神戸は5万、約5000人。まあそれこういう試合こそもっとなんか点がお互いこう、まあ、浦和もその1点だけじゃなくて2点3点で、神戸も、まあ、負けたとしてもさ、点を取るっていうのがね神戸だからっていう気はするけど、神戸は監督も変わったからな。だから余計今度は失点が多かったでしょ、この3試合ぐらいでもう9点だからぐらい取られちゃったから、そうするとどうしても今度守備のことを強調すると、まあ、点が今度取れなくなるっていうのはありがちなところではあるけどね。で清水対セレッソでは北川選手のまたカウンターのゴールが素晴らしかったですね、あれも。まあエスパルスも一応前した後はちょっとこう
あ、ダービーでな、勝って、あれで少しこう流れが変わってのかもしれないね。もともとそんなめちゃくちゃ悪いってわけじゃなかったけど、あれをきっかけに変わっていく可能性はあるのかもしれないね。で、順位表はこのような感じになってますが、まあ、まだね、8セットはいえ、はい、東京20か、はい、そうだよね。で、下のトスト仙台は4だからね、だいぶ離れてちょっと離れちゃったけど、まあ浦和川崎あたりが内容はともかく確実にちょっと勝ち点は重ね出してるかなっていう気はするね、はい、では今週末行われる第9節の対戦カードはこちらです。原さんはどこ行くんだっけな。セレッソ対大分。大分は生で見てないんだよ。ホームに行きたいんだけどちょっとタイミング合わなかったから、まずはちょっとアウェーでも行ってみようかっていうのもあったし、まあ、セレッソもちょっと今一つこう乗っていくかと思うと、まだロティーナ監督のがもう一つなのかなと思うところと、その大分のをちょっと生で見たいなっていうのもあるね。で、次の日はだから鳥栖行きますよ、はい、まあ、多分苦しんでるんだと思うんだよね。だからなんとか鳥栖に行って鳥栖、まあ、を応援する。あと神戸対フロンターレも面白いかもね。だと思います。どっちがボール握るんだろうっていうと、はい、多分今で言うとフロンターレの方がやっぱりボールは動くかもしれないな、はい、長い分ね、メンバーもね、はい、ただ神戸もちょっと連敗続きだからね。そうだな、そろそろやっぱり勝ちたいよねっていう。あと、うん、まあ、27日28日って平成最後の J リーグの節なんですよ。それで、あ、そうか。 J リーグではこういう企画をスタートしまして、平成最ゴールを決めるのは誰だ。最ゴール？あ、最後のゴール。平成最後のゴールが生まれるじゃないですか、今週末、うん、それは何？ J1、J2、J3 とか限らず？限らず。それは試合時間が遅いとこにあった方が得だろ、それ。試合時間が一番遅いのはどこの試合？はい、で、現在ちなみにバラダ選手、このまま行くと。もう行かねえだろ。だってこのまま行ってどこも試合入んなかったら面白くもなんともないだろ。現在はいらない。J1 ですと、うん、最後がこの辺りですね。ああ、清水16時キックオフでですね、 J2 がなんと16時に同じのがあるんですよ。あら、意外とその山口金沢あたりじゃないの。清水のさ、金子翔太、はい、あれにな、な 2万ゴール入れたよな。来ましたね。それまではほとんど入れてなかったのにな、はい、だからそういう、意外とそういうのがボンっていくっていう、また金子翔太かみたいな、もしかしたら、はい、か意外となんか浦和のさ、牧野あたりがなんか入れたとか、そういう、そういうの、そういうのあるかもしれないしな。最後コーナーキックとか、ね、うん、分かんない、いいとこ持ってっちゃうかもしれないしな、はい、もうでも多分このどっちかだろうな。分かんないですよ。分かるよ。原さんの予想は浦和の八岡とかな、そういう若いやつがなんか決めてくれたらいいかなとかさ。じゃあこの前さ、はい、金沢の清原だったっけね、はい、なんか中村浩介でガチャガチャってあれゴールだったと思うんだよね。だから清原とかそういうさ、はい、あのゴールは取り消されちゃったけど、はいはい、最後にやりましたみたいな、そういうのはいいんじゃないの。じゃあハッシュタグ平成最ゴールでツイートしておいてください、うんうん、ああ、それできるの。はい、はい、ハッシュタグ、はい、終わりました。はい、一押し情報なんですけども、佐渡出身の町田ゼルビアサポーターの菊池さんからメールでいただきまして、佐渡といえばトキ、ゴールドパーク、砂金取り、佐渡金山、タライブネ、大佐渡スカイラインのドライブなどはいかがでしょうか。佐渡今朝を聞きながらリフレッシュしてきてくださいと。佐渡は良かったんだよね。佐渡のレポートならいくらでもするよ俺。レンタカー屋さんに言ってさ、大佐渡スカイライン行きたいんですけどみたいに言ったら、はい、まだやってないよとか言ったんだけど、はいはい、そのフェリー乗り場で4月19日開通って書いてあったんで、はい、開通って書いてありました。もう開通したのって地元の人のが知らないからさ、みんなに教えてあげたら、ってあ、そうなんだって言ってそこ行ったんだけど、結局山がすごいとこ越えていくから、はい、もう360度こう見えるわけだよ、島の、はい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 。それで西側にこう降りていくから夕日、その夕日の時ちょっと曇っちゃったんだけど、こうちょうど頂上に行ったぐらいの時はすごいこう太陽も綺麗で、まあ確かにおすすめだねっていう。これすごい綺麗ですね。そうそう、西側の方にこれすごいね。7裏ですか。
七浦海岸ちゃんと行ったんだから。ただちょっと曇っちゃったの、そこに行った時ちょうど夕日が沈む時に曇っちゃったから。でもこれめちゃくちゃ綺麗じゃない。綺麗なとこだよね。原さんが撮ったですか。そうだよ、俺ら撮ったんだよ。スキルが上がってますね、徐々にね。じゃあキピツさんにはまたグッズを、はい、差し上げたいと思います、はい、いいんじゃないか、はい、いいとこでしたね、うん、私に伝えたい一押し情報や調べてもらいたいことがありましたら、ハッシュタグデイリーグ TV をつけてツイッターに投稿してください。週末は4月27日土曜日はセレッソ大阪対大分、4月28日は鳥栖対湘南の試合を見に行く予定です。よろしくお願いします。はい、続いてはこちらのコーナーです。今回の企画は、あの選手と地元が同じ J リーグ選手出身地ランキング2019年版です。どこの出身地が多いかを調べてみたんですよ。第6位どこだと思いますか。第6位、細かいとこだなそれあ、それその人の写真そうなの。ヒントが隠されてます、この中に。その人はみんな絡んでんの。絡んでますね。じゃあ静岡じゃん。静岡県です。静岡で合ってんだ。6位になっちゃった。昔は多かったけどね、一番 J ができた当初は多分東京より多かったね、一番じゃないかな。現在79人、代表的な選手はまあ大阪の人だと。じゃあ続いて第5位、どこだと思いますか。ヒントはないの。それヒントこの写真です。おう、それ全員それじゃないのね。違います。あ、そうや、趣旨が分かったよということは千葉。おお、正解です。なんとなくそんな感じだな。でも高校選手権とか考えたら、でもまあ今の高校選手権とかってさ、出身地は違うとこから来たりするとこもあるからな。まあでも千葉は多いんだろうなと思った。98人、まして代表的な選手ですと山中亮介選手とか。じゃあ次って第4位。4位、静岡、千葉、大阪とか来んじゃないの。埼玉でした。埼玉のが4位なんだ。いきなり110人ですね。次第3位、それは大阪、そこら辺か。大阪。ああ、正解です。119人かな。まあ、代表的なのは柿田選手。で、2位は分かった。神奈川。正解です。で、東京だろ。はい、大体そんな感じだろうな日本の人口のランキングにほぼ近いんですけど、静岡ってそれから考えると多いんですよ、割合的に。はい、でも今静岡の人はそれが減っちゃったって言ってね。昔の日本代表って半分ぐらい静岡の出身だったような時代あったよ、我々の頃だから。はい、その前は、ね、まあそれとか広島とか。だから広島、埼玉、はい、どこだっけ、静岡。そうそうって言ってたからね、お三軒で。最後今日の一枚でいきたいと思いますが、山ちゃんな。山ちゃんって言うんですか。FC 東京になった頃からやってんじゃん。ホペアラってあんま目立たないけど大変な仕事じゃん。どんな監督になってもずっとやってるからね、まあ、みんな東京の人は知ってるよ、選手とかスタッフは。それこそ夜、ね、まあ、寝ないじゃないけどさ、すぐ洗濯して朝整えてみたいな、そのずっとやってたから意外と目立たないけど、選手とかスタッフから一番こう愛されてるっていうかね、そういうキャラクターもあるし。たまたま行ったらさ、飲む水のさ回収で回ってたりして、よかったね買ってって、はいって言ってる。まあ明るいよな、で自分の力じゃどうにもなんないけど、そのチームが勝ってるのが一番嬉しいから、すごくいい顔してて、もちろん苦しい時もいっぱいあるじゃない。でもじゃあ写真撮るかって言って2人で撮った。まあでも例えばこういう時だって宿舎に帰ったらさ、もうなんか次の準備したり、まあ、まだ週に1回ならいいけど2回の時はさ、そのスパイクを誰の今度こっちに運ぶとか、運送屋さんが何時に迎えに来るとか、何とかとか、もう多分本当に夜も寝ねえでさ、やったりとか大変は大変だよ。まあでも本当にサッカー大好きだし、でもこういう人たちが一番選手を見てるね。ちゃんとこういうの出しといてっていうのを出してなかったとか、ちゃんとこうひっくり返して出してっていうのにそのまんまだとか、そういうのをよく見てるから、選手のことを一番見てるのはこういう人だったりするんだよ。で、こういう人に愛されるあの選手っていうのはやっぱりいい選手なんだよ。で、そういう選手はやっぱりこういう人も大事に、あのお願いするんでは、ちょっと山ちゃんこうだよねって言うんだよって言えるんだけど、そうじゃない人はもうなんかあれやってなっちゃうと。で、外国人なんかもすごくこういう人に優しかったりするんだよ。で、そういうところで外国人の性格が分かったりするとこあるね。なかなか注目されないからいいんじゃないの、はい、山ちゃんね、はい、選んでみました。山ちゃんなんつうんだっけな名前。山川山ちゃんしか言ってないから山川さんでした。じゃあ今日はありがとうございました。一応地情報や質問はいつでも募集しています。
次回は5月1日です。令和初日か。そうですね。そういうことになりますので、ぜひまた来週令和にお会いしましょう。さよなら。